神奈川県からいただきました K さんの、お便りです。ドルシア、特にアードライが好きです。ああ、ありがとう、ありがとう。ですがロボットものは死んでしまうキャラが多いので、うん、みんなが生き残れるのか毎回心配です。心配、俺も心配。収録が済み、誰がどうなるか分かっていると思いますが、うん、自分のキャラ以外でこいつには特に生き残ってほしいというキャラクターはいますか。いや、やっぱりね、サンダー、サンダーはね、本当にね、俺思うの、あいつ、はい、あの、いいやつじゃん。そうですね。すごくいいやつじゃん。うん、でもあいつ絶対ヤンキーじゃないと思うの、俺。あいつはいいやつです。うん。いや、ほんといいやつ。ずっと、だって11話でもノブのね、はいはい、若丸してたじゃん。そうですね。うん、だからあいつ、ね、自分の愛機にもね、名前をつけて、ノブの名前をつけて。うん、ノブライトニング。ノブライトニングですね。なんか切なくなっちゃった、俺あのシーン見てたら。そう、宮野が横で切ないねって言いながらね、はい、11話見てたのに、はい、俺が、でもノブライトニングっていう圧倒的なこのダサい名前のおかげで、ノブっていう名前で、あの、ノブのためにつけたんだっていうのが全然こう、入ってこない。そっか、あんまりいい話になってないんだ。そうそうそう、あの、あいつがノブライトニングな、なになになに、若干中二感出ちゃう。そういうのもなんか毎回あのね、うん、クーフィアの話とか。そうですね、俺はクーフィアが大好きだから、僕らクーフィアが大好きだし、カジ君が大好きで、そうね、はい、だからね、やっぱりクーフィアがどういう風になって、クーフィア、クーフィア、クーフィアみたいな話を考えてくださいよ。この前がワンセットでカジ君がね、いつも突っ込んでくれるわけでございますけど、後ろまで。もうついつい便乗してしまうんですけど、ね、いや、やってみるといいよ。楽しいからしょ。何ですか、超楽しいから。なあ、クーフィア。クーフィア。おい、クーフィア。おい、返事しろ、クーフィア。だから殺さないでくださいよ。ここまでがね、一人。